こんばんは、ひづきチャンネルへようこそ。ということで、今日は喋りたいと思います。今日はね、サイト更新しましたんで皆さん見ていただいてるかとは思うんですけれども、ライブのね、1月のライブの情報をお伝えしたいなと思います。ですね、1月ライブたくさん決まってますんで、なんかわからないんですけどたくさん決まってしまいましたんで、ぜひ見に来てほしいなと思います。まず一番近いのが1月13日土曜日ですね、姫路ベータで、ライブをします。年末にね、ベータ行きましたからまだ2週間しか経ってないんですけども、1月13日ね、土曜日です。ベータでね、ライブをします。出演者がですね、イユーさんとスグルさんとペーターさんということで、どうやら、アコースティック大会のようなんですけども、アコースティック大会なので俺はあえて逆張りをしようかとは思ってるんですけど、まあ賑やかな感じでね、行きたいなと思ってます。オープン5時でスタート5時半ということでね、早いです。で、鳥4番目で鳥なんですけども、7時半ということで、スタートもね、結構、俺の出番も早いので皆さんね、見に来れる方は見に来てほしいなと思います。ツイキャスでね、やってますんで、オフィシャルサイト見てもらったら、またツイキャスのね、リンク貼ってますから、そっからね、見てください。あとですね、1月14日は電脳幻想夜会ボリューム39ということで、2024年一発目の電脳幻想夜会になりますんでね、こちらもぜひ、見に来てほしいと思います。プラチナ食堂さんはね、やっぱりね、来てもらった方がね、より楽しめると思いますんで、ぜひ来てほしいなと思います。まあ、もちろんこのチャンネルでね、生配信しますんで、来れない人は見てください。一応出演が南東総楽団、ケセジ、ザ・バードヘッド、あとチープスで、ミランダ大辻ということで、5つ決まってます。ミランダはね、まあ、動画コラボしたりとかね、仲良くさせてもらってるんですけど、電脳幻想夜会はね、初出演ということになってますんで、これも楽しみにしてください。スタートが3時でね、オープンが2時半ですから、見に来る人は2時半以降に来てください。よろしくお願いします。はい。そして1月21日日曜日、奈良ネバーランドです。ネバーランドもね、久しぶりに出ますが、今回は南都総楽団でね、ネバーランドやりますんでね、なんと総楽団、一応4人なんとでね、計画はしてますんで、なんと総楽団で、やります。対バンがケセジとザ・バードヘッドということでね、まあおなじみのメンツでね、やります。なんかバンドがね、6つ出るようで、ちょっとね、時間が後ろにずれました。オープン時間がね、ちょっと早まってて、オープン5時で、スタートが5時半ということで、スタートは早いんですけどね、それでも、5番目なので、8時半からというちょっと遅いめのライブになりますから、日曜日のね、遅いめなんで、なかなか、来づらいかもしれませんが、ぜひね、見に来てほしいなと思います。ちなみにうちの後はケセジです。バードヘッドはね、バードヘッドは、3番目ですね。3番目バードヘッドやって、1つ挟んでなんと総楽団、それでその後ケセジという、流れになってますからね、電脳幻想夜会メンバーが、立て続けに出ますんで、ぜひ見に来てください。で、今月最後のライブが1月28日に、日曜日、これもね、つい安請け合いして出ると言ってしまったんですけれども、ロージアベノで弾き語りです。ロージアベノのね、日曜日の、スタートは、4時半となってますから、これは早い時間から始まってね、早い時間に終わると思います。ちょっと順番とかね、まだ、よく分かりませんが、4時半から、ロージアベノやりますんで、ぜひ見に来てください。ライブはね、なんと4つも決まってます。今年はちょっとライブを落としてじっくり行こうかと、思いながらも、いきなり、ライブがたくさん決まってるんですけども、ぜひ1月もね、見に来てほしいなと思いますんで、よろしくお願いします。はい、ということで今日はライブ告知でした。それでは、バイバイ。